どうしよう、眠れない。明日の朝、ミゼラはここからいなくなる。カナタ、起きてるか？マッシュ、どうしたんだよこんな時間に。俺はやっぱりこんなの嫌だ。何を言っているんだ？お前は知るべきだ、本当のことを。だからついてこい、修道院まで。ただし夜の道は魔物もいる。ナッシュは俺の後ろを歩くんだ。守ってあげるから。またそれかよ、何も知らないくせに。僕が守る。ふむふむ、なるほど。何を読んでいるの、カナタ？ああ、これ世界中のおしゃれな洋服が書いてある本だよ。一味違う着こなしテクニックとか日替わり着回し術とか載ってて面白いんだ。ここに載っているような服を着て俺もかっこよくなりたいな。カナタはかっこよくなりたいの？そりゃもちろん。誰にかっこいいと思ってもらいたいの？
そうだね。女の子にかっこいいって言ってもらえたら嬉しいよね。そう。女の子にモテたいと思うのは男の子として正しいこと。彼方は何も間違ってない。でも、ミゼラ、どうかした？ここで問題です。なんで急に？世界中で女の子が一人だけしかいなくなってしまいました。大変だ。その女の子が私。彼方はどうする？世界中で女の子が一人しかいなくなっちゃったなんて、きっととんでもないことが起きたんだね。だったらやることは決まってるよ。そのとんでもないことを防いでみんなを助けてあげなくちゃ。やっぱり彼方はいつだって正しい。それでこそ彼方だね。ありがとう、ミズラ。それで今の問題の意味は？何だったかしら。こんな時間なのに誰かいるの？そこにいるのは誰だ？しまった、見張りに見つかった。見張り？君はカナタ君、どうしてここに？どうしてって、それは俺のセリフですよ。こんなところで何をしてるんですか？中に誰かいるんですか？それは中には誰も近づけるなと言われている。息子とて例外ではない。追い払うぞ。聞いた通りだ。怪我をしたくなければ立ち去れ。襲ってくるぞ。武器を構えろ、カナタ。どうしてこんな。戦うしかない。修道院で一体何をしてるんですか？話してる場合じゃないだろう。やるしかないのか。
ナッシュ、怪我をしたのか。このくらい大したことない。それよりお前は早く中に行け。そこにミゼラがいるはずだから。ミゼラが？入り口の方には来れたけど、ドアには鍵がかかってるみたいだ。でもあの窓、あそこからなら中が見えるかも。約束してください。こんなこと私で最後にするって。約束してくれないのなら私は行きません。お前にそんなことを決める権利があると思うのか。それなら、はあ、ナイフなどを隠し持っていたとはな。で、そんなもの自分に向けて何のつもりだ。商品に死なれたらあなたは困るはず。お願いします。約束してください。私です。ここにいる他の子供たちはちゃんと人間らしく扱ってください。何か勘違いしているようだな。動くな。しっかり押さえつけておけ。まったく、危険なおもちゃは没収だな。人間らしく、何を、物を物として扱って何が悪い。せっかく相手好みの綺麗な服を着せてあげたんだ。暴れて台無しにはしてくれるなよ。ん？よく見れば、ずいぶん安っちい髪飾りをつけているな。触らないで、この髪飾りには。外せ、お前の値打ちが下がる。いや、絶対に外さない。口ごたえするな。破壊して、ミゼラから離れろ。僕ら守る。
たか。ちょうどよかったかもしれないな。どういう意味？聞きなさい、カナタ。修道院の孤児たちのことだ。お前にはまだ話していなかったがね、ここの子供たちは商品なんだ。子供は高く値がつくんだ。男なら労働力として、女なら俗物の慰み物としてね。どちらにも使えない欠陥品ならバラして内臓でも売りさばけばいい。とても有用なんだよ、子供というのは。何を言ってるの？今までここにいた子たちを何人も売りさばいてきた。しかし私もいかんせん年でね、買い手を探すための長旅も体に応えるようになってきた。だからカナタ、そろそろお前に継がせてあげよう、この商売を。まあ初めは不安だろうが大丈夫だ。私もまだ手伝いくらいはしてやれるし。ん？どうした？ふざけないでよ。何わけわかんないこと言ってるんだよ父さん。どうしたカナタ、何を怒っているんだ？何っておかしいでしょ、父さんの言ってること。子供たちを売るなんて、そんなの。どこに問題がある？ここにいる子供たちは私が拾ってきた。放っておけばのたれ死んでいた命だ。それを拾って育ててあげて、あげく有意義に使ってあげるんだ。商品として扱ってあげることがあの子たちの幸せに決まってるじゃないか。違う違う、全然わからないよ。本気で言ってるの？父さん、本気だとしたら父さんは人間じゃない。何をそんなに動揺しているのか。ああそうかそうか、お前は不安なんだな。偉大な父と同じことができるのか。大丈夫だカナタ、だってお前はよく言っているじゃないか。孤児たちを守ってあげる、助けてあげると。違う違う。よかったな、お前は同じ血の流れる私の息子だよ。違う。そうだ、ちょうどいい。これをお前の初仕事にしよう。ミゼラは美しく育ってくれたからね、とても高く値がついた。拾った甲斐があるというもの、最高の恩返しだ。カナタ、これを明日お前が買い手に渡しなさい。ああそうか、お前もミゼラを気に入っていたな。もちろん知ってるよ、父親だからな。じゃあこういうのはどうだ。買い手と交渉して少し分けてもらうというのは。うまくやれば腕の一本くらい置いていってくれるかもしれないぞ。いや足の方がいいかな。顔と体さえあれば量はこと足りるだろうし。黙れ。ん？黙れ黙れ、もう聞きたくない。いやだ、もうたくさんだ。俺はミゼラは誰にも渡さない。私に逆らうのか。どうしてしまったというのだカナタ。うるさい。俺は俺がミゼラを守ってあげる。素直になりなさい、お前は私の子供なんだ。俺は